鈴木としたか鈴木としたかは昭和の総統州の僧侶。アメリカに善を広め、欧米では鈴木大説と並んで二人の鈴木と呼ばれている。神奈川県平塚市の総統州松岩寺に生まれる。12歳で静岡県森町の倉久クモの玉順層に弟子入り。駒沢大学在学中に倉久ク,ク住職となる。1930年度大卒業。永平寺。 相持寺で修行。1936年に静岡県八重洲町林総院住職に転任。1959年に55歳でアメリカに渡り、サンフランシスコのサンフランシスコ寺の住職となる。サンフランシスコ寺はそれまで、主に日系人向けに狂気活動をしていたが、当時の社会運動により、非日系アメリカ人の参前者が増加。 日系人との間で圧力を生むようになり、鈴木は彼らのために1962年にサンフランシスコ全センターを設立。1967年には長期修行道場としてカルメル渓谷近くの山中のカリフォルニア州、タサハラ温泉にタサハラ全マウンテンセンターを設立した。1969年に全センターはサンフランシスコ寺より独立。 公案を用いない、士官多座の相当前の普及に貢献した。1971年12月に、ガンデッセンへ、死去の2週間前、法師に、前鉄リチャード・ベーカーを認定した。ビート肉に与えた影響も、深く、ことに、ゲイリー・スナイダーは、鈴木の下で三戦を繰り返している。また、スナイダーの紹介で、アレン・ギンズバーグとも交流を結び、 ギンズバーグは年高が英訳した般若信経に感動し、その朗読も行っている。アメリカ仏教界へ与えた影響は大きく、1998年5月にはスタンフォード大学で鈴木年高学会が開催された。ウィキペディア英語版に掲載されている主な弟子は次の通り、妻に見つ、息子に鈴木法一、林総院住職、ありがとうございます。